小さなコツの専門家野澤拓夫さんがお送りします。一生を変えるほんの小さなコツ。このコーナーでは野澤さんがお書きになった素晴らしい本の中から小さなコツのお話を朗読とそして対談でお届けしています。今週はこんなお話です。小さなコツナンバー25、たった4分頑張れば手に入れられるもの。難しそうな仕事や手間のかかりそうな仕事に直面すると急に腰が重くなってすぐに取り掛かることができない、よくありますよね。面倒なことを軌道に乗せるコツを発見した人がいます。アメリカの心理学者ズーニン。彼は最初の4分間を乗り切れば仕事はある程度できてしまう可能性が高いという法則を実験から導き出しました。大変だと思っていた仕事がやり始めてみたら意外と簡単だったり、やる気が出始めたということってあると思います。面倒なことを前にしてやる気が出ないときはまず4分間だけと決めてスタートしてみると思いのほかスムーズに進むかもしれません。小さなコツナンバー25、たった4分頑張れば手に入れられるもの。その答えは、集中力を手に入れるには最初の4分間を乗り切る。いかがでしょうか。これ目から鱗ですね。早速ご紹介したいと思います。野澤さん、こんにちは。こんにちは。これいいですね、はい、4分なら私でもできるかも。そう、本当にこういうふうに決めてると、はい、もうそれ4分でやめようと思ってるんですけど、意外とも逆にやめられないというんですかね。そうかもしれません、うん、私もですね、はい、ハマり始めるとやめろと言われてもやめなくなっちゃうタイプなんですよはい、はい、でも腰重いんですよね。今日の冒頭にあるように、はい、手間のかかりそうな仕事に直面すると、うんうん、急に腰が重くなって、はい、私のことだって思ったから読んでました。これいい方法があります。何ですか。ですね、僕はこのなんかやることってやっぱありますよね、やらなきゃいけないことっていうのはありますよね、はい、やりたいことばっかりやってたらやりたくないこと残ってしまうんで、そういうのあんまり考えないようにするために一個一個の作業を大体時間で割り振っとくんですね。これ15分、これ30分、これ1時間、これ2時間以上って4段階に分けてて、空いた時間に内容を見ずに時間で当てはめたりとか、もう時間を考えとけば、とりあえず、あ、これ重たそうとかあんま思わないですよね。そっか、さすが小さなコツの専門家本当に小さいんですけど、いやでもその積み重ねって大きな違いを生んできますよね、うんうん、そうで、実際腰が重くなってやらないでいたら、うん、いつまで経ってもそれって、うん、やらなきゃいけないことリストにあって、うん、何回棚卸ししてもずっと乗っかってるっていう状態なんですよ。そうそうそう、私よくやってしまうんですけども、これもまたですね、軌道に乗せる違ういい方法もあるんです。まだあるんですか。皆さん今日はお得ですよ、はい、ですね、なんか一つやっていくと調子に乗って、例えばこれ4分やっていくと調子に乗れるじゃないですか、はい、例えばですね、朝やる気出ないなとか調子が悪いなっていう時は、はい、例えば起きる時間を決めてその時間に起きてみるとかですね、はい、例えば歯ブラシ行くぞって自分で決めてから歯ブラシ行くとかですね、お風呂入るぞって決めて入ってみるとか、はい、女性の方だったら化粧するぞって言って化粧してみたりとか、それ自分で行ってからやる、なんとなくじゃなくて行ってからやるだけでも、言葉にする、そうです、言葉にして自分で目標としてそれをやるんです、はい、だから男性だったらひげを剃るって決めてからひげを剃ると、それだけでも軌道に乗ってくるんです。へー、なんかできてる気になるじゃないですか。僕ちゃんとやったぞ、これもできたぞみたいな感じですか。その些細なことなんですけどね、それを積み重ねていったら 2,3 個やってたら気分はなんかできる気持ちになってしまうんですよね。ああ、そっか、できない、うん、できないって落ち込んでしまう自分っていうのがしょっちゅう出てきちゃいますけども、さすがに歯磨きできます。できますよねこれできなかったらちょっとやばいですもんね、はい、ご飯食べる、これもなんかワクワクルンルンできますものね。そうか、できることを口に出してさあこれをやります、うんうん、で自分で宣言するわけだ。そうです、それを実際に実行してみてできたという実績を積み重ねていっちゃう。そうするとちょっと落ち込んでる時でも意外とすぐに軌道を戻せたりとかですね。なるほど、これは本当にいいコツですね。そうです、まあ、こういうのをたくさん積み上げてですね、自分の気持ち安定するのでですね、そうか、まあ、喋り出したらこの分野結構いっぱい話せてしまうんであれなんですけど、ぜひぜひまたいっぱい教えてくださいこういうできそうなコツをたくさん知ってると、うんうん、やっぱり人生切り開いていくの楽になりますもん。そうですね、知るか知らないかと大きく違うものもあるんだなって。小さいことですけどね、人生変えますよね、気持ちが、はい、戻せるのは。わかりました。今日も素敵なお話、はい、ありがとうございました。来週またよろしくお願いします。